秘宝、マイク、トラウトさん、感情を失う。何かを思い出してそう。明日から仕事か、あの顔。野球マシーンに戻る時が来たのだ。勝った大谷もしばらくしたら同じ顔やで。号泣してないから大丈夫や。今日のトラウト冷えてたな。試合途中から戦う顔してなかった。ナイトメアを見る顔。負けたら悔しいってこと思い出してるやん。シーズン入ってからが心配や。トラウトは WBC 依存症になってそう。3年後まで待ちきれないやろ。これ SOS のメッセージやろ。これびっくりマークの数が違うのはモールス信号になってるらしい。てかトラウト2030年くらいまで契約あるんやな。実質終身契約こんなん。でも俺はエンゼルスで頑張ってるトラウト好きだよ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いいたします。